世界各地のモホロビチッチフ連続面の深さ、モホロビチッチフ連続面での P 波の屈折、モホロビチッチフ連続面とは、地震波速度の境界であり、地球の近くとマントルとの境界のことである。日本ではしばしば、モホフ連続面あるいはモホ面と略されることがある。1909年、クロアチアの地震学者であるアンドリア・モホロビチッチは、地震観測の途上で、 地球内部のある深さを境として P 波の速さが変化することを発見した。モホロビチッチの名をとって、この境界面は、モホロビチッチ不連続面と命名された。モホロビチッチ不連続面の上側に比べ、下側では、岩石の密度が不連続に大きくなり、地震波の速さが不連続に速くなる。ーハの速度は、近くで6トル毎秒から秒速7トルマントルで、 秒速8キロメートルである。また、S 波の速度も、近くで約秒速 3.5km、マントルで約秒速 4.5km となる。この地震波速度の変化は、マントルの合成率が近くよりも高く、物理的に強固で変形しにくいことを示す。この見解は21世紀の現在でも広く受け入れられており、近くは硬く、マントルは、 柔らかいとする19世紀の常識と相反する。モホロビチチフレン属面の深さは大陸部で深く、太陽底で浅い。海洋では約 5km から 7km なのに対し、大陸の平均的な地域では地下約 30km から 40km であり、ヒマラヤや南米では地下 70km から 80km にも達することがある。 ありがとうございます。